イエイ。スムチャンネルのスムです。今回はですね、60キロの1000円のですね、こちらのちっちゃいやつのお化粧バージョンを紹介していきたいと思います。ちょっと待ってくださいよ。はい、ということでね、なので開けていきたいと思います。あ、全部まとめてこんな風に書いてますね。アクセサリー屋さん、アクセサリーの1000円です。3000円とかあるよね。でもね、なんだろう、お金使いすぎだから。これはなんだろう、それだけで1個あるから紹介しきれない。これ聞いてないね。これはいっぱい入ってます。ピアスです。これもピアスかな。これもピアスだ。じゃあ開けていくから、ちょっとずつ。え、それ紹介して。いや、でも1個ずつ紹介して。こちらはね、髪留めですね。こちらも髪留めかなだと思う。これなんだろうね、これちょっとわかんない。こっち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 みたいな感じね。これも髪留めですね、かわいい。こちらピアス、500円のピアスで、これ1400円のピアス。で、これなんだろう、1600円のまたピアスだと思う。なんかね、セクシーだね、セクシー。これも多分ピアス。ブルブルー。だけどこっちはお花。ほら、1400円です。で、1000円で売ってたのさ、1400円とかさ、1600円とかもうやばくない。これ1000円ですね。これも髪の目、まあ、並ぶ中でやってる。これも髪留め、こうやって縛る髪留めになってます。縛る感じです。で、髪縛り全部ないじゃないか。これもピアス、これもまたピアスですね。で、ママ、はい、お化粧ポーチね。これも600円のピアス。化粧じゃなくてアクセサリー。こちらもピアス。こちらは髪留めだと思う。こうやってこうやって、こういう風にできる、あれ、こんな感じでいけるんじゃないかな、私はそう思いますけど。1000円です。ね、これも紙ゴム。紙ゴム、これはないから。これ900円。これは1300円のピアス。全然見えないけど、お時様。これも髪留めかな。500円の髪留めだと思います。メジャー、うん、これはフルーツの1300円のピアス。リンゴ、ブドウ、レモン、あ、梨だ、梨、黄色いの、黄色かったからレモンかと思った。これは、え、なんでこれに入ってんの。すごい高級品なのかな、700円なのに。こんな感じで700円のピアス、なぜかこれ入ってるね。これはピアス。これ何なのかな、全然これ、この中に入ってるって。これなんかさ、絶対飾ってありそう。プリンセスのお部屋の上に。でっかかったら絶対飾ってある。細かく。細かバレた。ヒガレッタ製のバレルとか。1200円のバレルとか。これは1000円の福袋でした。皆さん、皆さんも買ってください。もちろんこれもこの中にどれが一番欲しかったかな。でもこれはね、大人だから、大人はうわ嬉しい、これこの大好き、この大好き。